バンドのロモシアター・オブ・トラージディは、ノルウェー出身のゴシックメタルバインド。ゴシックメタルの確立に貢献した先駆者として知られる。当初の音楽性は完全なゴシックメタルに属し、激しい男性デスボイスに浮遊感たっぷりの女性ソプラノボイスという典型的な形をとっている。彼らのこの手法は、一般的に美女と野獣ボーカルと呼ばれた。ゴシックメタルは、パラダイスロストが、 創始者とされるが、シアター・オブ・トラジディがこのジャンルの確立に貢献し、多くのフォロワーバンドを生み出した。サードアルバム、イージスからは、攻撃的なギターと、劇場ボーカルが身を潜め、一転して、メランコニックなサウンドに変化している。デスボイスを外すようになり、女性ソプラノもスタンダードな歌い方になった。さらに、刷新を理由にオリジナルシンガー・リブ・クリスティンを解雇し、 フィフスアルバムからネルシグランドに交代した。シックスアルバムストームから若干ヘビなサウンドに原点回帰している。2010年に解散。翌年にラストライブの模様を収めた作品を発表。ネルシグランド2010年。ありがとうございます。